なんやねん、もういきなりもう車種を呼び出しといて、なんやねん。こっちか、これ。光国社長が呼び出されたのはグランフロント大阪。そこで社長が目にしたのは、お、なんじゃここ、なんこれ。社長、お待ちしておりました。どうぞどうぞどうぞ。何やねんこれ。今日はですね、期間限定で開催していますピクサーの秘密展を紹介いたします。おお、トイストーリーにモンスターズユニバーシティ、ファインディングニモにカーズまで、大人気のアニメーション作品を手掛けるピクサー。グランフロント大阪北館で2月24日まで開催しているピクサーの秘密展は、そんなピクサーアニメーションの制作の裏側を体験しながら学べる大注目のイベントなんです。これはご存知でしょ、さすがに。これは知っとる、見たことある。これ、ね、ちょっと無防備な感じだけど。おい、ちょっと待って、おい、やめとけ。あんまりそんなあかんねん。いやいやいや、こういうとこで大丈夫。大丈夫なの、大丈夫なんですか。触って大丈夫なんです。今回は特別な。そんないいの。いや、ゆくこと触っていいやな、ほんまに。触っていいですし、いや大サービスですよ。今回のピクサーの秘密展のためだけに作られてますから、もうここでしか会えないんです。これこのバズライトイヤーと肩を組んで記念写真を撮れるのはピクサーの秘密展だけ。こちらですよ、こちら。何これ、これもうね、ぐるーっと回ったら全てが分かるということで。何これ、360度。そう、え、どういうこと。アニメーションはこの段階から始まって、なるほど、こうなって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 こうなるんだと。おお、かえり一瞬ありましたね。一瞬ありました。へえ、だって社長、これがですよ、これがこれになるんですからね。いや、これはこの工程はやっぱ見たいっすもんね。で、ひえひえ人ってひえって言うやん、会社言わん。さあ行きましょう、行きましょう。続いて3人が向かったのはこちらでございます、はい、何かと言いますと、はい、写真を1枚ずつ撮っていって、はい、アニメーションを作っていく。おお、そう、これはキャラクターを少しずつ動かしながら写真を連続で撮ることで、オリジナルのアニメーション作りを体験できる展示。本来はピクサー作品に登場するランプを使って体験するんですが。お、わらさん行ってみるか。マジっすか、うん、いいんすか。主演やん。マジっすか、うん、決めてくれ、ここで。我こそは田中が主演のアニメーションを作ってみることに。じゃあ行くぞ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。この工程おもろいな果たしてどんな作品が出来上がったのか。面白い。あの、なんかアフレコかなんかあんのか。アフレコありますよ。当たり前じゃないですか、アニメですよ。じゃあちょっとやってみる。じゃあいきますよ、一発だで。せーの、トン。嘘だと思うなら食べてください。マルちゃんせーめーのちょっと嘘だと思うなら食べてください。もうだいぶだいぶガーって言ってマルちゃんせーめーをこう強めに。あんまり途中で戻してきたのマルちゃんせーめー。ママもプロです。そうですよ。さらにピクサーアニメーションのファンなら見逃せないのがこちらの展示。これなんか色、これね、模型なんですよ。おうおう、模型やな。ピクサーのアニメーションはこうやってまず模型を作って、それを特殊なカメラでスキャンしてキャラクターを作り上げて、これ兄貴って。そう、これが最初原型というか。そうなんです。でね、うん、でね、これ実際にアメリカのピクサーから持ってきた本物です。え、マジで複製されたそういうレプリカとかじゃないの、これ。ではない、原本これ。そう、ピクサーのキャラクター作りの裏側が分かったところで、光国社長と我こそは田中にピクサークイズ。正解した方にはとっても可愛いピクサーの秘密展限定グッズの中からこちらのマグカップをプレゼントします。問題です。あのピクサーの映画にはですね、草、木とか大量の植物が
出てきますよね。もちろん自然の中ですから、ね、その植物はどうやって描いているでしょうか。やっぱりリアリティ求めてると思うねや、うんうん、各自現地に行ってやな、押し花をして、うんうんうん、それをそのまま乗っけてんじゃない。それ本当に真っ当な答えですけど違います。カルボケではあったんだけど。あ、そうなんや、はい、あ、お願いします。ピクサーの管理人みたいなやつがアニメーションで栽培してる。カルボケ、これカルボケ、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 うん、え、これね、もう正解です。マジで、ある意味正解です。これ一体どういうことなのか。実際にピクサーで使われている技術を再現した展示がこちら。画面にあるパラメーターを設定して草を生成するというボタンを押すと、うわ、育っていくんですよ。実はピクサーでは植物の特徴を研究し、それを数式に落とし込むことで自動的に植物を作り出すプログラムを独自に開発していたんです。ファンタスティックそれ感じますね。ピクサーのアニメーション制作の裏側を余すことなく楽しめる超おすすめイベント。これはぜひ皆さんにも体験してもらいたい。ということでピクサーの秘密展のご招待券を5組10名様にプレゼント。詳しくはテレビ大阪 e プレで検索。なんのこっちゃね。会場に来ていた子供たちの前でギャグを披露する三國社長。みんな笑っていいんだよ。なんのこっちゃね。みんなありがとうね。ありがとう。お父さんお母さんの持って帰っていいよ。ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。撤収早い。撤収早い。どうですか。もしかしたらピクサーの偉大さを今身に染みて感じてませんか。偉大やわピクサー。